皆さん世界見るときに相当いい加減に見てません？犬や猫が喋んないっていうのを、犬や猫はバカだからって以上終わり。犬や猫に自分がやってることを説明できない自分の方が相当バカなんじゃないか。私は別に猫と暮らしてるつもりはないんですけど、うちから猫がいるんですね。それでもう本当に邪魔で、今朝も4時ですよ、朝起こすんですね。でどうやって起こすかって、ベッドに寝てるとドーンと乗っかる。で何かっていうと餌をよこせって言うんですよ。ですから寒いのに起きて餌やって寝直す。で寝直して朝起きて一応ね食事して、でさてパソコンでもつけて少し仕事しようかと行くと、僕のパソコン用の椅子にちゃんともう寝てる。なんてかわかんないけど、それでまた夜になってベッドで寝ようかと思って行くと、ベッドの上でも先に寝てます。ですから、なんかわかんないけど、多分私の行動パターン知ってて、先回りしてるっていう感じまでしてくるんですね。で、好きなものは何かって、女房がお茶を教えてるんですけど、週に一度皆さんが集まってくる。そうすると2回やるんですけど、お茶の時とお香をやる時だ。お香の方が明らかに好きで、必ず参加します。で、お茶も最近は参加するらしくてですね、とことこ入ってくるんですね、みんながいるとこに。それで真ん中でとてーと横になって、まあご存知と思いますね、こうっていうのすぐ人が注目するところに来るんですね。だからうちで昔の前に飼っていた猫はテレビの取材が来て、結局最終的にその比較的広い部屋で撮影やった最後に、でいろいろ打ち合わせしてるんですけど、いざ撮ろうってハッと気がつくと猫が真ん中にいるんです。やっぱりそれは飼ってる人も気づいたと思うんですけど、なんか人の視線が集まるところっていうのをちゃんと計算してるとしか思えないですね。まあ例えば今ですと寒いからお客さん来てソファーにみんなそれぞれ羽織を置いたりオーバーを置いたりなんかする。そうするとそこへ猫が来てお客さんのオーバーの上に寝るんですよね。またこれがだいたいよくみんなで言ってるんですけど、一番高いオーバーの上に寝るんですね。分かって、そのいい悪いは猫に聞いた方が早いみたいな。でやっぱり居心地がいいっていうか、その気持ちがいいのは分かってるんだろうと。でそういう点で動物飼って面白いのは、その好みが非常にはっきりしてるっていうことですね。でお茶、ただのお茶の会よりはお香の方がいい。なんでお香がいいのかってよくわかんないんですけど、やっぱり匂いがいいんだろうと思うんですよ。人間がいい匂いだと思うのは、動物も決して嫌じゃないんだろう。それでもう一つは、その人が集まってくるとなんだなんだって、やっぱり猫もそれなりに好奇心があってそれで来るんですね。で私もずっと猫飼ってまして、別に私が飼ってるわけじゃないんで、子供の頃は姉が猫が好きでいつもうちに猫いたんです。で死ぬとまたどっかからもらってきて飼うもんですから。で一番印象に残ってるのは、ある時いなくてですね、朝になったら近所の人が呼びに来てね、お寺の屋根の上で、裏がお寺だったんですけど、猫が来れなくなってるんですよ。お宅の猫じゃないですか。僕高校生ぐらいだったんですけど、行ったんです。見に、当然すぐ裏ですから。お寺の本堂の屋根ってこうでかいでしょ。でも子猫ですから、当時降りられない、間違いなく怖くて、それでここに見物人が 2,3 人いてですね、猫だ猫だって。でこの中に私混じってです、ね、呼んだ、しょうがないから。なんとですね、転がり落ちてきましたよ。それで分かったんですけど、相当頼りにされてるってこと。なんかちゃんと区別がついてるってことです。だって、見物に何人かいるのに、そっちに降りていかないんですから。で、取り付いてきました。そういう目に遭うとですね、やっぱ動物って可愛いなと思いますね。ちゃんと信用して、身内だと思ってんだなっていうことが分かるんです。それは、ね、猫っていうのはどのくらい分かってるのかって疑いがありますから、いつも。そうでしょ、誰が来たって愛想よかって言ってね。まあ嫌な、そう嫌がる猫もいて、飼い方によるんだと思いますけど、よその人が来ると必ずいなくなるっていうのもいますけど、うちの猫はそういう飼い方してないんで、誰が来ても平気っていう。で、よく思うんですよ、その、昔から思うのは、猫ってどのくらい分かってるのか、世界はどういうふうに見てるのか、これ分かりませんね、本当に。まあ大体そうやって外から想像する。
で、だんだんそんなことを考えてるうちに、前に何度かお話したんですけど、もう最近もそうに違いないと思ってることがあって、人と動物が一番違うのはどこかって話をこの学会でもよくする。で、それは、もう端的に言って、もう同じってことに尽きるだろうと思いますね。つまり、同じって何が何だか分かんないと思うんですけど、初めて聞く方は。人間っていうのは、ものを同じにする癖があります。で、同じってどういうことかっていう、同じじゃないのは何か違うってことですね。最近私、虫の絵描いてるんですけど、昆虫の。昆虫の絵描いてね、こんなことあるんです。もともと解剖の出身ですから、形見の好きですから、ゾウムシの口なんですけどね、こんなの誰も関心ないと思うんですけど、毛が生えてるんですよ、口のところに。こういうの描いてるんですよ、絵にしてるわけですよ。で、丁寧に描いてる。何時間もかけて。ある日ね、見ててふっと気がつく。口の周りにいっぱい毛生えてるなってことはもう描いてるんですけどね。あっと思う。ここの毛と、この木は種類が違うっていうと気がつく。生えてる場所も違うし。初め気がつかないですね。だそれで、今まで描いた絵を見ると、同じ毛だと思ってるんですよ。ね。そうすると、絵を見た瞬間にわかるのは、同じ毛だと思ってた時に描いた絵は、分かってないなっていうのがすぐわかるんですよ。違いがわかるとそういうことなんですよね。違いがわかった瞬間に、パッと区別がつくようになります。だ例えば虫の分類っていうのをやってると皆さんが見て、どうせ同じ虫じゃない、要するに虫じゃないってところを言うんですけど、そうじゃないんですよ。見えてくると、どん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 違いが見えてくる。で、同じ虫でもこうやって見てると、毛ですら違うってのがあるんですよ。違うことは私は実はもっと小さいこのゾウムシの口を電子顕微鏡で見てて、で分かってるんですよ。でももう少し大きい方を普通の実体顕微鏡で見て、意識してないんですよ、その違いを。意識してないで描くと、似たような毛を長いのと短いのがあるよなとか、そういうふうにしてただ描いてるんですが、違う毛だと思った瞬間に、ちゃんと絵が違ってくる。で、言いたいのは、皆さん、世界を見るときに、相当いい加減に見てません？ね、だから、コマーシャルにあったでしょ。違いのわかる男って。ね、あれって相当意味深でですね、いつもあれ不思議だったでしょ。だってあれネスカフェの広告でしょ。ネスカフェってインスタントコーヒーですから、お湯入れたらどこでも同じコーヒー飲めるわけじゃないですか。それなんで違いが分かる男なんですか、あれ飲んでるやつが。皮肉でしょ、あれ一種ので。相当高級なコマーシャルじゃないかなと思ってたんですよ。でもそれを質問する人いないよね。それはなぜかっていうと、皆さんおそらく違うとか違わないとか同じだとかいうことをあまり気にしない生活をしてるんですね。せいぜいやるときは値段が違うとかね、安いの方がいいとか、ブランド品だとか、それでよく偽物買って騙されてるわけでしょ。だからその違いっていうのは、非常に同じというのと違って、これ基本的なんですね。で、違いを担っているのは私の意見では感覚だという。変なこと言うんですけどね、感覚は違う違うって言うんですよ。そうじゃありません。だってグルメとか言ってるけど、食べて美味しいとかまずいとか言ってるじゃないですか。まずいとは言いませんけど、大体美味しいとしか言わないけど、ね、それは感覚でしょ。明るさもそうで、これちょっと明るさ変えたらすぐ分かるんですけど、みんな気がつきますよ。どうして気がつくかっていうと、違うからでしょ。で、違わないときは明るさなんてあんまり気にしてないと思う。で、匂いがするっていうのはどういうことかって言ったら、何を意味してるかって言ったら、それまでその匂いがなかったってことにしてるんですよ。だから違いを意味するんですよ、感覚は。そうすると、動物はそれ全部よく持ってるってわかるでしょ。動物は違いがよくわかってますよね。で、前に飼ってた猫はいつも言うんですけど、羊羹好きだったんですよ。で、虎の羊羹よくやってたんですけど、僕ある時、本郷を東大で行ったんですから、藤村っていうね、漱石に出てくるような神聖があって、そこの羊羹があってきたから、食べると思って出したら、食べないですよね、こう。なんと、虎の羊羹しか食わないってことが分かった。だから、好みがあるんですよ、そういう。同じ羊羹でも、なんか知らないけど、それ、虎の羊羹だから。で、それをエッセイに書いたら、虎を引退した、営業を引退した方から羊羹を送ってくれました。墓前に捧げてくださいって。その猫がまたね、
あんな話を思い出したかって簡単に死んだんで、命日が簡単なんですよ。で、庭に墓がありますから、で、なんで庭に墓があるかってね、墓石がちゃんとあるんですよ。どうした墓石があるかっていうと、うちはお寺の境内なんです。それで、女房が花をなんか植えようと思って地面を掘るとですね、鎌倉時代からのあれですから、坊さんの墓だと思うんですけど、五輪の塔のかけらがいっぱい出てくるんですよ。庭を掘ると、墓石が出てくるから、女房がそれを脇に植えといたんですけど、猫が死んだのはいい機会に、それをそのまま積んで猫の墓にしたんですから、だんだん大きくなる、そっちの猫の墓は。もうそれは。で、違うってことは、結局感覚の量分ですよね。そうすると、同じっていうのは、感覚から一段上に行くわけです。そうでしょ？見て、これとこれは同じ種類の虫だな。蝶々なら蝶々って。わかるでしょ？蜂とは違う。で、蝶は蝶として同じにする。これは感覚よりちょっと一つ上ですよね。で、この同じにするって能力が何を生み出したかっていうと、私は言葉だって。言葉を同じにするっていう能力がないとできません。これはお茶であってコーヒーじゃないでしょ？コーヒーと。違う。だけど、お茶は全部、どんなお茶でもお茶としてまとめるじゃないですか。その時、違いを無視してますでしょ。違いを無視するってことは動物に本当にできんのかって。かなり大変なんじゃないか、彼らは。っていう気がする。で、彼らは違いだけわかる。極端に言うと。違いはわかるんですが、同じはあんまりわかんない。同じがわかんないと何ができないかというと、言葉ができないと。それは絶対納得してないと思いますけどね。だから、その犬の例でよく申し上げる。つまり、犬も言葉を理解しない。ね、そうすると犬好きの人がしばしば文句を言う。いや、なんか言います。うちの犬は家族の誰が呼んでも、名前呼んでも走ってくるから、自分の名前ぐらいは分かってますよと反論される。どうでしょう。私はまた再反論するんで。いや、犬は家族のそれぞれが自分を別の名前で呼んでると思ってると思いますよ。どうしてたか分かりますか？家族の声の高さは全部違うからです。耳の構造を考えると分かるはずなんですが、内耳っていうのは結局共鳴器官なんですよ。鼓膜から伝わってきた音が耳の中の内耳の中の膜を振動させるんですが、同じ高さの音ですと内耳のその膜の同じ部分が振動するはずなんです。そうすると皆さん自分の体の中なんですから、同じところが振動したなっていうことが一番わかりやすいはずで、したがってそれを何度も音聞いてりゃ、同じ高さの音っていうのはいつも同じところが振動するから、同じ高さの音だと分かるはずなんですね。そこが一番面白いのは、人間は普通それが分からないということなんです。どういうことかっていうと、それをだから絶対音感がないっていう。だ、人間が全然その能力がないかってとんでもないんで、小さい時から楽器の訓練を受けた人は大抵絶対音感があるんですね。だから、カラスが鳴いたらすぐにピアノを習ってる子だったら、今のカラスの鳴き声はここだよってピアノで合わせられるんですよ。で、これは音楽教育が普及したからって発生した能力ではないんですよ。それは間違いないと思います。なぜなら歴史にもちゃんとそういうことが書いてあるから で、どういうことかって、例えば江戸時代ですと取り寄せの名人っていうのが知られてるんです。取り寄せの名人って何するかっていうと、草笛を作ってピーピー吹いてると鳥が寄ってくるんです。これデタラメに取り寄せてるんじゃないと思うんですよ。ある鳥の鳴き声と同じ高さの音を草笛で作ればその鳥が来るんですよ。で、それができるためには皆さんじゃダメなんで、絶対音感がないと鳥の鳴き声と今自分が吹いてるこの草笛の音は同じ高さだなってことは分かるんですよね。で、今まできちんと調べられた限り、動物はすべて絶対音感なんです。そうでないのは人だけなんですよ。だから皆さん方、人の常識で考えるから、だから白っていうのを白って呼んでりゃ、同じ白だろうと思ってますけど、
純粋に音として取り出すと同じ白じゃないんですよ、皆さん言ってる白は。だから私が犬猫の耳をしてますとですね、脳みそを含めて多分皆さん方一人一人が違うこと言ってると思ってると思うんですよ。でしょ、高さが違っちゃってます。で、感覚が優先ですから、まず感覚から入るわけですから、脳みそに。そうすると感覚のところで高さが違うでしょってバンと決めると、あとは違う音ですからね、これ。そうすると、お前はしろだよっていくらい聞かせても、高い声でしろって教えたのと、低い声でしろって教えたんじゃ、今は違うしろだと思ってますから。面白いでしょ？だから、僕、絶対音感のある人って調査したら面白いなと思ってて、これね、なんでそういうことになるかっていうことですけど、もうこれでお分かりだと思うんですけど、私が比較的低い声で喋る方が、女性が高い声で喋る方が、日本が日本語です。そうでしょ？それに慣れるためには、多分絶対音感残しておくと不利ですよね。お父さんとお母さん違う言葉喋ってるよってんじゃ話になるでしょ。そうすると我々は音の高さを無視する、つまり感覚の違いを無視するということを始めます。それでしという音はしという音で、ろという音はろという音だとこう言うわけでしょ。じゃあ皆さんに伺いたいんですけど、しってどういう音で、ろってどういう音か犬や猫に説明できます？いや、その本気で考えてみてください。えらい難しいんです、これ。人間だってそれは簡単にはできてないっていうのは、東京だったら下町域あるでしょ。うちのところ、おじおば日本橋でしたから、いとこが何人もいましたけど、そこ行くとですね、今日どこ行くの、日吉狩りとか言ってますよ。それを言うなら潮干狩りじゃないってこっちは思ってますけど、ガンとして日吉狩り。誰と行くの？一人で行くとか言ってますから、人種はどこ違うんですか？きちんと説明できます？だから犬や猫に言葉喋れっていうためにはね、人いう音はこういう音で、人いう音はこういう音だってきちんと言えなきゃいけないはずですけど、犬に向かって、誰の猫に向かってできないじゃん、これ。相当高級ですよ、この。それでしかも物理的にきちんと測れる周波数、つまり音の高さは無視しない。どんな高さで言っても周波数だろってこうなる。皆さん方毎日毎日普通にやってるから何でもないと思ってるでしょうけど、こうやって物理的に考えてみると実に不思議なことやってた人間。だからそれを、だから犬や猫が喋んないっていうのを普通どう解釈してるかっていうと、犬や猫はバカだから以上終わりと思ってると思うんです、大抵の人は。違うんじゃないの、犬や猫に自分がやってることを説明できない自分の方が相当バカなんじゃないかっていう偏見に満ちてるっていうかですね。なんだんなピーチ詳しく人間でしょっちゅうさやつってんだろうって犬や猫思ってるじゃないの。それ音の高さはみんな違いますからね。それでよく言うんですけど、面白いですよ。だから同じ手能力はおそらく人間の意識に非常に初めて非常に強くついてきた能力と考えると、今言ったようなことが分かってくる。動物は言葉使えない、だから逆に彼らは感覚依存である。訓練した犬ならここへ連れてきても、まあ、おとなしく座ってますけど、普通の犬ここへ連れてきたら嫌がりますよね、逃げますよね。なぜかっていうと、全部が違う生き物に見えるからでしょ、おそらく。それを全部彼らは丸めて人っていうふうに見る能力を持ってませんから、一人一人匂いは違うし、大きさ違うし、顔つき違うし、そうするとそれぞれが何するか分かりませんから、こんな危険なとこにいられないって逃げるんじゃないですか、動物って。で、人間はそれを全部丸めて人って見ちゃうから、ね、人ならこういうことはしないだろうとか、ああいうことはするだろうとか、そういう勝手に同じにしてますから、そうするとまあいわばこれだけ知らない人が大勢いても安心しているわけです。そういう昔のことを思い出すんだ。